さあ、改めまして、マジシャンのザックテイクルと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、まず使うのはですね、こちらトップとボールを使います。肩から肩と、肩と素晴らしいですね。ありがとうございます。これ実は世界で一番古いマジックです。エジプトが発祥と言われています。アンデアカレー赤いボールとカップを使います。いただきましょう。まずこの赤いボールよく見てください。中入れます。ボール入れて指を流してあげる。このように飛んでって、ほらボールが元に戻ってくるっていうマジックを今からやっていきますね。いいですか。じゃあもう一回いきますよ。持ってて、ね、中に入れます。持ってないですね。で、指を鳴らす前は、はい、指を鳴らす前に、なんと、ボールが元に戻ってくるんですね。はい、びっくりしました。いや、ゆっくりとスローモーション、中に入れます。で、音を使いますか。中入れて、指を鳴らす前は、ないんですね。じゃあ指鳴らせますか。指鳴らせ。じゃあここでトンって叩いてみます。すごいすごい出てきた。じゃあもう一回入れよ。これ中に入れます。じゃあ、ないの。ないの。あ、パパで、じゃあトントンで一回トントンで、はい、お、完璧。レモンが出てきます。よかったら触ってみてください。お前、はい、え、すごい。トントンレモン出てきた。さすがにまあ一個やったらね入るんですけど、あとは離れしてあげるとなんとなく。じゃあ両手出してください。 OK です。じゃあトンと叩くと使うこのレモンが出てきます。どうもありがとうございます。まあ、じゃあ使うのはこういう感じです。いろんなカードあります。では、かわいい父さんに、はい、誰か1枚引いていただいてよろしいでしょうか。ではそのカードをピークをオープンしてみてください。どうも。お、父の日。お、お父さん。お父さん、ありがとう。お父さん、それ引いた。わからん。やっぱお父さんだ。すごい。ありがとうございます。お父さんにね、父の日ということで、お父さんにありがとう。ありがとう。さあ、じゃあ、お誕生日に近い。近い。近い。じゃあお兄ちゃんにやろうかな。じゃあトランプは赤色と黒色があります。赤色と黒色どっちが好きですか。お、黒。オッケー。では黒色のマークはスペードっていうのとクラブっていうのどっちがいいですか。スペードかクラブ。こっちはクラブ。オッケー、持っといていただいて、いくよ。さあ、お父さん、このスペード持っていただいて、ここに置くイメージしてください。ここに絡む。はい、今、スペード置いていただきました。すると、一瞬です。カードをぐちゃぐちゃに混ぜて、お誕生日が何日ですか。なんと、6月4日です。すげえ。お誕生日おめでとうございますということで、では、このサインペンでどちらか好きな方を選んでいただいてサインを書いてください。さあ、お名前ね、下の名前でも、お、お、ラケット君、かっこいい名前ね。お、ラケット君のサイン書いていただきました。世界で1枚だけのカード出来上がります。じゃあかけとくんよく見たのでください。かけとくんと、はい、中入れます。まあ、これ違いますよね。一回鳴らしてあげると、お、かけとくんが当たってきます。
じゃあ、両手出していきます。はい、じゃあ、タケタケ、タケタケを、ね、タケタケを置いておきます。で、乗せます。さあ、一番上めくってください。よく見といてください。じゃあこれを、じゃあタケト君ですね、ここに差し込みますんで、人差し指出していただいて、ここグッと押し込んでください。OK です。で、鳴らします。すると、こっちにないんです。なくて、トランプが奥に上がってきます。すると、なんとタケト君が、一部ね、上に上がってきます。ありがとうございます。さあ、では、かけた時のカードを、お二人で貯めてもらいます。いいですか？じゃあ、二つに分けます。はい。はい、かけた君はどっちにいると思いますか？こっち。こっち。お、いいですね。じゃあ、当たってるか確認しましょう。こっちやね。で、ただ、こっちになかったら、成功です。お、ない。ない。お、いい感じ。じゃあ次ですね、じゃあこの方、この方ちゃん、じゃあどっちにいると思いますか？こっち。じゃあこれ確認するね。お、はい。お、すごい、すごい直感力。やっぱりトランプが大事。1,2,3,4,5,6,7,8,9 もあります。なんか好きな、数字とかは何かありますか？1から9の1から9の9 7。じゃあ上からいくよ。7枚目。1,2,3,4,5,6,7枚目、これやね、間違いないね。さあお二人で好きな方を選んでいただいて、で、7枚目って決めていただきました。間違いないですね。で、これ間違いなく7枚目。これよかったらめくっていただいていいですか？すごい、テト君のカードが出てきます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、タケト君、じゃあ最後にこのカード、上がってくる瞬間をお見せします。よくご覧ください。じゃあ、タケタ君に対して、ね、この方。このタケタ君カード、曲げちゃいます。さあ、すると、これ曲がってますよね。では、最後、上がってくる瞬間見ます。3、2、1。曲がってる。これが、もし、タケタ君カードでしたら、大きな。はい、ですよ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ、武田君、これプレゼント今日ね、貸していただきます。両手を出してください。じゃあ、この方、手当てがついて、ありがとうございます。武田君、これ中入れますか？これ、一番で違います。やっぱりしっかりと持っておいてください。もしくは上からこの方、カバーです。ありがとうございます。では、クライマックス入れます。鳴らしてあげると、なんと一番上のこのカードね、一番上のこのカードがなんとタケト君のカードです。では最後はこのカードすべて消します。これカード消えたわかった？ある？ある。じゃあオープンしてください。せーの。最後、全部見えなくなったところで、こちらマジックショー以上でございます。どうもありがとうございました。